はい、皆さんこんにちは、僕のチャンネルを見てくれてありがとうございます。今日は2013年7月の4日、木曜日です。今日もアンボックスをしていきたいと思います。今日はこの子です。 MacBook Air。 あのですね、僕ちなみに Mac は今 MacBook Pro を使ってて、で、そうですね、ちなみにレティーナの15インチも使ってるんですけど、今回僕が買ったのは MacBook Air の13インチになります。なぜ私がこの13インチを選んだか、というと、まあすごい11と悩んだんですけども、バッテリーの持ちが13だと一応発表されているのが12時間持つということで、であと僕やっぱりファイナルカットプロを使うから11よりも13がいいんじゃないかということで13を買いました。でやっぱり仕様としては、僕が選んだのは一応カスタムしたんですけども、CPU を 1.7 にしてメモリを8で、 SSD は128にしたんですよ。で最初258でもいいかなって思ったんですけど、あ、256ですね、でもいいかなと思ったんですけど、クラウドで使うし、まあ、結局258にしてもファイナルカットプロを使う場合外付けがないと無理なんですよね。使い切れないんで、まあその素材的にも外付けハードディスクを持っちゃうから、結局256も必要ないかなと。で最終的に128で、まあ事足りるかということで今回そうしました。でまあ本当11インチもいいんですけどね、僕11昔持ってたんですけど、もう友達にあげちゃったので、今ないんですけど、で本来今回のエアは、まあ、見送るつもりだったんですけど、なぜ僕が買ったかというと、どうしてもちょっと外で使わないといけないってことができたので、今まあ13インチのプロも悩んだんですけど、結構持ち歩くってなると、その 600g ぐらいの差、 400g の差ですかね、まあ、バッテリーチャージャー、バッテリー AC アダプターを含めるとやっぱりね、500とか変わってきちゃうので、それを考えると、まあ新型の新しい CPU を積んだエアの方がいいんじゃないかなってことで僕はエアにしました。まあ、もちろんディスプレイとか、まあクロック数全部含めるとプロの方がいいんですけど、でもやっぱりその、なんだこれは、なんか跡がついてますね。まあ、I don't care って感じですけど、まあそんなのはいいとして、初めての一応13インチ Mac 使ってきて、あの黒い MacBook は持ってたんですけど、これ初めての Air での13インチですね。で、まあこれが本体で、まあ、この新 CPU になってハスウェルになってクロック数は落ちたんですけど、なんか多少汚れがありますけど、まあ気にしないで。でまあバッテリーチャージャーですね。バッテリーチャージャーと、
designed by Apple in California. マニュアルですよね。Hello って書いてあって、まあ、MacBook Air ありました。Oh my god。ちょっと今、私の iPad 落ちました。iPad。で、まあ、これで、まあ、全てですね。中は空です。本当すごくシンプル。で、まあ、デザインで変わった点といえば、まあ、皆さんも、ね、いろんなエアーも出てちょっと経つので、もちろん皆さん知ってるか。思うんですけど、ここですね。フォーカスが合いませんね。ここですね。このマイク部分が変わったぐらいですね。あとは USB と USB 3.0 の SD カードのスロットサンダーボルトですね。ごめんなさいね、フォーカスが甘くて。で、まあこの13インチのエアを買うときにやっぱり悩んだのがケースソフトシェルのそのシェルケースも悩んだんですけど、まあね、悩んだんですけど、そのやっぱり何ですかね、このマイクのせいでサードパーティーというか、まあ、Apple Store のものでも、この、マイクのせいでシェルケースというのはつけれないことはないんですけど、ここ埋めちゃうのでまだ対応してないということでやめました。で、まあケース自体は私は分かったケースはこれですね。こちら、まあ Apple Store に売ってるものなんですけど、こちらが、まあ、今の僕使ってる15インチのレティーナもこのシリーズ使ってるんですけど、あのジップというかファスナーというか、何ですか、うん、あれだと結構ギリギリまで入ってるので傷がつきやすいんですね。アップルのそのアルミに傷がつくので、やっぱりこういう入れるタイプがいいんですけど、かといってなんか何もないやつもあるんですけど、止めるのが、そうすると今度は落ちる可能性が高くなる。で、今回は最近使ってるのはこのゴム1で留めるもの、結構こちらおすすめです。落ちないし出しやすいし、ぜひ皆さんよければ使ってみてくださいということで、まあこれで、こうですね、 US キーボードを搭載しております。まあ全然目新しいアンボックスでもないんですけども、一応買ったということで皆さんにご報告です。それでは良い一日を。